まなちゃん、やっほー。いらっしゃい。おはよう、太郎くん。おはよう、村でまざす。タカさんよ。大したことあるよ。うん。ゆうさん、こっちゃん、おはよう。あ、しずきちゃんおはよう。しずきちゃんおはよう。しずきちゃんおはよう。みなせがビクンってしてんの。しーちゃんやほ。しずきちゃん、しーちゃんもあれ？ズーに点々？うん。一緒やんや。村井ともありがとうございます。村井とまざーす。村井とまざーす。じゃあそろそろ話していくか。うん、これはでもあれやで。うん、あ、最近ハマってよく夜中見てる、ありがとう T の人、ありがとうございます。よく見てください。うん、あ、違う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 、ウッキー、戦う、心配せんでも大丈夫。あとウッキーさ、あの俺結構いい案あるから、ちょっと東京行った時会わへん。あの配信どうのこうのじゃなくても、俺バリええ案思いついたから、うん、ウッキー叩くんじゃないね、俺の場合こするだけやから大丈夫やって。あのそのフルボッコにはせんから、心配せんでも。でチムもさっき俺の枠着てキャッキャやってたから大丈夫だって。うん、ただな、ウッキー、あ、ウッキーおるよ、ウッキーおる、うん、そうそう、こするだけやから大丈夫大丈夫。あの俺は別に誰か叩きたい人じゃないね。ウッキー多分結構誤解してるとこあるけど俺のこと。俺しかもやで、ユマルが暴露行った、ユマル暴露行ったやん、ウッキーのまたな、匂わして暴露行ったやん、ウッキー自分でゲロったやん。あれ俺知っててんもん、実はユマルが暴露する前に余裕で。でも俺はあの暴露せんかったやん。でしかもやで、ユマルがドーン行った後、俺ウッキーかばってたからな。うん、大丈夫。みんなが興味あんのはチムがあの枠つけたことに対してどうのこうのっていう話やから、うん、その40代女性の それがどうのこうのとかそんなんじゃないから、うん、大丈夫大丈夫。ウッキーも多分、ウッキーも多分聞いてられると思う、内容的には。ウッキーバリ優しくない？うん、彼女ちゃんと守ってる。彼女は割かっこいいやん。彼女はウッキーのこと叩いてたのにな、うん、でもかっこいいマジ。え、あとさ、ウッキー一個だけ聞きたいねんけど、今連携取れてる彼女と。あー、だよ、ちゃ、今連携取れてる、ウッキーこう連携取れてるチムと。なんか俺勝手にあいつ先走ってるように見えたんやて。連携取れてる今、横におるとかさない、そんな。どう考えてもおかしい方向にまた舵切ってるから、あれがなんか酒飲んでんのかなんかして、うん、それだけ教えてほしい。今連携取れてるあいつに。だとするなら俺が釘打っといた方が絶対いい。もうあいつまたいらん感じのあれしてたからさ、ちょっといい、うん、バリうまい。あ、ごめんごめん、今ちょっとウッキー大事やから、うん、ウッキーが今一番大事やから、うん、それは俺ウッキーの気持ちはないがしろにはできんから、むしろウッキーさんの気持ちはないがしろにできんから、ちょっとごめんね。みんな今連携取れてる、旗でちゃんと連絡取ってか、隣におるか。いや、まだ食べてくれへん。はい、お腹いっぱいになってきた。いや、あかんかあかんか。あ、ちゃ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 、あのさらすとかじゃないね、ウッキー。心配せんでも、あのウッキーらのその暴露ネタは多分おそらくもう一個出てくるわ。あ、ウッキーのネタはな。でもそれは俺は知ってても出さんし、もちろん。で、あのもう今出てる方以上のことにも絶対なら、うん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 、そうそう、それは絶対大丈夫。うん、結構自信ある。
でもこれはそうじゃない？どれ？25号さんが言ってる、今そうやってウキがチームかばってることリスナーさん傷つくんじゃないって。だって俺相談受けたん俺じゃないもん。じゃあウキに言ってるやん、これ。ああ、そういうことか。うん、そうそう、チームの解説やから。いや、暴露とかじゃないし、あの極端にヘイト向けたりとかはせん。でもな、ウッキーこれ見てほしいね。ウッキーこれだけ見て。ちょ、ウッキーこれだけ見て。ウッキーほんまにこれだけ見て。あのじゃあさ、ウッキーと和解したんやったらやめや。ちゃ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 、チームのやもんだって。ちょ、ウッキーこれだけ見て。ちょ、ほんまにお願い。あのこれだけ見て。それしょうもないね。ちゃちゃちゃ、ウッキーこれだけ見て。しょうもないって。ウッキーごめん、ちょ、これだけ見てって。ちょっと時間あれかもせえへんけどさ。あ、カチョさん、パオン。すぐ出せるようにしとけばよかったな。こんなタイミングで来ると思わんかった。うん。あのな、ウッキー。君の彼女な。君の彼女の LINE な、これ。うん。これ君の彼女の LINE な。うん。なんか可愛いよな、でも。そうそうそう、だからあのウキシンプルにその暴露とかじゃなくて、ほんまの意思投げ合いやから、これは俺とチームのな、そのわかる、そのちょけたプロレスやから。うん、俺はその認識やから、それを分かってほしい。あの子アホやね。あ、ウキ君の彼女やからさ、あのそんなそういう言い方ちょっと良くないかもしれへんねんけどさ、こんな LINE のスクショが俺の手元にあんねん、やっぱり。うん、あ、うん、うん、そやね。で、あの暴露したりとか、あの本気の叩きとかそんなんじゃないから、それはもう安心して。ウッキー見てられるやつやから。あ、チムってなんかおっちょこちょいで可愛いとこあんなぐらいでちゃんと終わるから。うん、そうそうそう、多分ほんまにチムが気にしてるとかではないと思うね、俺のこのいじりは。うん、うん、そうそう、まあ今、まあ、ちゃんと付き合ってて彼女やからさ、まあ、ちょっと多分心配にはなると思う。あの俺のこの感じやから。あ、じゃあいい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 い、うん、うん、ちゃ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 いい、ちゃちゃ、そんなん、気にしてない気にしてない、ウッキー気にしてないねんて、ウッキー気にしてないねんて、そんな、うん、気にしてないねウッキー、うん、大丈夫やって、うん、あの、うん、あの、あ、もうあれやで、あの軽いやつやから、ウッキー心配せんでも、軽いやつやから、ただのまとめやから言うたら、うん、大丈夫やで、ウッキー。あの、なんやろ、本気でチームにグワーヘイト向けて、あいつ終わってんなみたいなんじゃないから。うん、しかもウッキーくんが、なんやろ、あの、そんだけ言ってきてるから、俺も余計そんなきつくはできひんし、うん、NG じゃないで、ウッキーくんが今コメントしてくれてる。うん、そう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 、そんな俺イキリストじゃないからな。うん、その二人は別に応援してるというかさ、まあ正直俺は絶対別れた方がいいと思ってるけど、ウッキー君のためにも、うん、あいつ終わってるから、うん、でもまあ、でも二人が幸せやったらいいかなと思ってるから、うん、そうそう、もうほんま浅いプロレスやから、うん、でももうやめとこうかな、それやったら。やめとこうかな。やめとこうかな。やめとこうか。やめとこうか。ウッキー君はもうここまで言ってきてるしさ。うん。いや、やめとこうかな、もう。え？いや、だって別に仲悪くなりたくないもん、俺別に、ウッキーと。しかもさ。でも別に、
ウッキーさんの配信を潰すわけじゃないや、今から。しかも暴露があるわけじゃないやろ、新しい。あ、うん、ちょう。そうそうそう。そうそう、まとめるだけやから、言うたら。うん、そうそうそう。やったら別に、あかんことないやん。うん。タイトル変えないですよ。まとめ。そうそう、悪く言う、そうそう、俯瞰して、うん、まあただ、いやでも俺だってウッキー君のこと潰したって言われてるから、まあこれはもうイーブンでいいんちゃう、別に。そんなウッキー君責めんといてよ、俺の枠で、うん、そうそう、チムちゃんにヘイト向けたいわけじゃないよ。じゃあもうやめときや、山田、うん、やめときや。2225がお前チムにヘイト向けるからやろうが。別にそうじゃないから、じゃあやめときや、そんなん言うやったら。ちょ、やめへんわ。でも、この前の枠からみんなまとめてって言って待ってんのに。うん。まとめんのやめるわ、やばいや。わかった、ちょ、まとめよう、やっぱり、うん、軽くまとめるわ、そうしたら。で、しかも、うん、今出てる情報をまとめるだけや、山田が簡潔に。まあ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 。いやいや、ウッキー君にはそう言わっといたって。言ったら、ネタ提供してくれてる側やねんから、言うたら。うん、そうそう、お似合いだよね、食べちゃうね。じゃあもう何も言わんもん。いや言えよ、何も言わんもん。口を挟めよ。ジュゴーがうるさいから、さっきから。うん、では行きます。チームまとめ始まります。うん、どっちから行こうかな。逆さまから追っていくか、頭から追っていくかどっちにしようかな。頭からにしようか。そしたらな、まずまあもう多分言わずもがな知れた、まああのチムさんとウッキーさんは、まあ、真剣に交際しておりますと、うん、いうことがまず発覚する経緯をね、要はあのいつものように、まあ結構前な、僕の枠でチムとあのその肛門いじりでじゃれやってて、うん、あのアナル1時間ネタでまあまあキャンキャンやってる時に、うん、あのまあそのちょけて、うん、お前ウッキーと付き合ってるもんなみたいな、そのそこからやね、うん、うん、そうそう。で俺さ、あのこれ俺何回もな、俺ウッキー君とかにも説明してんけどさ、もうみんな知っててん。だから俺、その、界隈も、俺、だからちょっと遅れてんねん。界隈の、その、状況ちゃんと分かってなかったっていうかさ、あの、もう、それ、常識やと思っててん。あの、このコンテンツ内で言うたら。その、もうみんな知ってて、知ってるけど、ちょっといじりにくいから、口には出さんけど、もう、当たり前のことやと思っててん。言うてな。みんな知ってることやと思っててん。コンテンツ中が。ほんで、あ、エビセンさん5個パオンでな、なんで俺がその認識でおったかっていうのが、言うたらな、あのチムさん結構あのウータンって言ったか、ウッキーさんと、うん、あの付き合ってることを結構もう周りの人に話されてんねん。しかもあのウッキーさんも多分強くソース出せって言ってたけど、あの時もうほんまにソースも あんねんうん、こんなさ、言うたらさ、第三者第四者こう人ぶわー巻き込んだ、まだその輪の外におる俺らがソース持ってるぐらいやねん、言うたら。あのそれは言うたらさ、あのこれガチの話な、なんかそのウッキー君との恋愛相談とか、ウッキー君とチムの LINE のやり取りとかをスクショにして相談したりとかで、それがなんかその要はそのスピーカーになっちゃうような人らにもあのその感じで相談とかしてて、言うてな、うんそうそうそう。ほんでなんかそのバレる経緯に至ったっていうか、まあ俺のせいやねんけど、そのそうそうそう、そこまでのことになると思ってなかったからさ、いつも通りチームにちょっと小石投げた程度やってんけど、で、あの、まあ、俺、ソースの元は3人おんねん、ほんで、ちなみに。ソース元が3人いてて、うん、1人は多分、ウッキー君も知ってると思うねんけどさ、あの、中村もそうや。で、あと、リスナーと、
まあ、もう一人はちょっとまだまだというかもうその登一応俺も一回も名前出してへんけどもう一人配信者がおんねん言うたらその3人からあの実は情報仕入れてて仕入れてるっていう言い方変やけどもう、まあ、勝手に入ってきててそうそうそう、うん、でその元をたどっていくとやっぱり全部チムが自分で言ってんねんで多分今日ウキ君も知ってびっくりしたと思うけどあまあ、ばあさんと付き合ってたのは多分もう知ってるかなウキ君もそんなんも実はリアルタイムでもうみんな知ってて言うて匂わすからあの子浮かれてうんそうそうそうほんでそんなこんなでやっぱり世論はあの もちろんその何付き合ってないって嘘ついてたあのウッキー君叩きもそうやけどあの簡単にペラりまくってるチムを叩くぜもヨウさんおったやんあの場、うん、で俺はさあのもうソース ないっていうかもうなあなあにして俺一人でちゃんと自分が言ってもうたことやからさもう悪もんかぶる思ってたんやてであれウッキー君ガーって強く言ってきた時も俺ソース出さんかったやんだから俺一人もう 悪もんかぶってで各方面からマッタ入ったから言うてあのもういじらんとったってってその仲いい配信者の人とかも言ってきてたから俺マッタしてたんやって言うたらそうそうもうなあなあで終わればいいみたいな俺悪もんでいいわ思ってうんそうそうそうでその状況って要は、まあ、まあもちろんウッキーさんもそうやけどチムもウッキーも両方叩かれるみたいな構図になっちゃったじゃんでここからよね言うたらちょっとなんかまた事態が走り出したんてうーんでまあウッキー君あの男前やなと思ってあの認めはったやん言うたら、うん、認めはったやんウッキーさんちゃんとなんかその今付き合ってる彼女を守る姿勢を見せる、うん、まあそのどっちか分からへんでその言い逃れできひんと思って言ったんかそれとももうええわ表に出そうと思った英断やったんかどっちかは分からへんけど、まあ、ちゃんと認めはったじゃん、うん、でそれはまあ大したもんやなっつってウッキー、うん、大したもんやってなってたんですよで今度ねその放送を付き合ってますって言った放送を見て発狂したその40代支援者というか元リスナーさんというか元恋人というか今多分ユマルが暴露したじゃん、うんユマルがね、ユマルがそのね、うん、うん、そう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 。ただあのチムキメーなと思った、あキメーなは良くないわ。キメーなっていうか、あの結局その今ユマルが暴露したせいで今度。言うたらあのチムウッキー両方ムカつくわになってたぜがほぼ言うたら今ウッキー君の方向いてるじゃん言うてほぼまあウッキー君の方向いてるじゃん言うたらうあいつ またかみたいなまたやってんなみたいなさまあ俺はそっちのユマルの方の暴露はもうソースもらってないね俺喋るつもりなかったからユマルからは聞いてたけどガンガンうそうそうたださあれやんあの今度その悲劇のヒロイン出てきたせいであの今ウッキー君バカ叩き状態もうタコ祭りタコ殴り状態になってるやんでウッキー君今多分ちょっと心多分しんどくて放送休まれてる中ね言うたらうチムがドーンと配信つけてうなんかその自分がゲロったせいで事実公になってしまった要はチムも一緒になってウッキーリスナー騙してたくせにやでおちょっと説明してるけどいや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 チムも一緒になってウッキーリスナー騙してた側やん言うたらでましてやこいつの口のせいであの付き合ってた事実が露呈してるのにそこ知らん顔にしてなんかあのうちのウッキーがすいませんでしたみたいなうちのウッキーがすいませんでしたみたいなもうあいつにはよう言うて聞かせますみたいな対応で要はウッキーくんにヘイト向けるような放送になってもうてんねんあれってわかるウッキーくん
伝わるかなこれ。え、だからそのチム決めっていうことが俺言いたかって、うん、途中でブロックするからじゃん。でもほんまじゃん、お前だってさ、今リスナーには謝らんって言ってんやろ、チームちゃうか言うたら、うん、お前リスナーには謝らんって聞いたぞお前、うん、まあ、俺のこと途中でブロックするからじゃん、うん、ほんでなお前都合悪なったら蓋するんか、うん、ちゃうかお前さ、私のリスナーには謝らない。お前自分のリスナーにも謝らなあかんやろうが、彼氏おらんって言ってたくせによ、うん、そりゃ遊んどるぐらいは言うてるか知らんけどよ、お前だって騙しててんやろ言うたらちゃうか、うん、お前さあ、おらんとは言ってないよ、うん、お前自分の口でよ、お前付き合ってたことお前さ広めといてやで、お前知らん顔しやがって、でお前がああやって枠つけたことによってやぞ、またお前ウッキーにヘイト向くねんぞ言うたら、うん、またウッキーにヘイト向くねんぞ、お前考えてやったれよ、タイミングとかさ内容さ、じゃあ向けてなくても向いちゃうの、うん、守ってません、その守ってる分かってないな、守ってるポージング取ったら余計ウッキーにヘイト向くの、おい、見ててみ、ほんとウッキー枠つけてみーや、うん。チームのせいで多分あれあれやで言うとくけど。アホなの？最後まで見てなかったって、あれは 100% ウッキーにヘイト向きます。うん。しかもあんな放送したらさ、なんとか無理くり大義名分掲げてでもやで、まだリスナー続けるって言ってるリスナーも、もうアホらしいわになるぞ。うん。うん。お前さあ、うん、100点やで、うん、お前100点やで、うん、100点やで、マジで、うん、お前が枠つけたらあかんねんって、ああいう時はウッキー横に置いてすればよかったのにさ、うん、お前さあ、うん、でお前中途半端にお前さ、え、なんてことが自分ですか、ホテル自分ですか、僕は悪い、注文配信つけたら僕を守ろう、じゃだからやん、それをすると、うん、またウッキーにヘイト向くじゃん、うんうん、だから俺はチムに、うん、チムにもう一発かわしてもらいたい、うん、いやでもよかったな、俺の枠でチムとウッキー二人のコメントが見れて、よかったね、よかったね、三人で放送しようよ今度。え、ちなみにバファリンが、山田の子、今度3人で放送しようよ、うん、うん、今度3人で放送しようよ、2人で俺のこといじめる放送でいいからさ、3人で放送しよう、3人でソーラン節踊ろうか、3人でソーラン節踊らん、いや、ちゃう、踊ろうよ3人でソーラン節、おい、こら山田入ってくんな一人大暴れ、ちょ、相沢さん花火ちょうだい、無理、俺には無理、相沢ちゃん、いや、ただな、あのチムユマル心して聞いてくれ、ユマルから多分もう2発ぐらい大ヘイト向け来るから、うん、立ち向かえよ、うん、立ち向かえよ、うん、でどうしようもなかった言ってきてくれ、うん、今度は俺が裏でなんとか止めるわ、うん、え、私が泣きたいのに隣でウッキーが泣いてた、どうのこうの、チム、チムなあ、チム、それ言わんでも LINE のやり取りで残ってる俺、うん、放送で言わんでもその辺の話も、うん、君がとある人に相談してた文面で残ってて持ってる、お前な信じたらあかんで、仲悪くなったリスナーさんとかのこと、あっぱおーともにゃー、うん、山田には何も話してないよねって言ってるけど、うん、話してるし、スクショも全部ある。うん。それ言うたんなよ、ほんで。俺それ放送では言うてないねんから。うん、言うたんなよ。うん。それ、あんねん。うん。うん。まあ、だから結局、ともさん、ありがとうございます、結局総じてみんな仲良くしようよ、うん。
みんな仲良くしようよ。話まとめると3人でソーラン節踊ろうよ。いやただあれやで、ちゃちゃちゃチムよ、あの何来るぞ、ゆまるからはもう一発、うん、もう一発来るぞ。おうもう一発来るぞ、うん、もう一発来るぞ。でもなこれ聞いてほしいねんけどさ、あのチムユマル両方やけどさ、チムユマルじゃないわ、えチムさん、チムウッキーさん聞いてほしいねんけどさ、あのなユマルはな言うてなずっとウッキー擁護しててん、実は裏で。違う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 、あいつ性格悪いは、まあ、悪いのは悪いけどずっと擁護してたんやて、ユマル。まあその口は軽いけどさ、あのもうみんな止めててん、言うたらいじってる人らのことな。せやのに今日の朝ぐらいから結構ひょう変してな、ちゃうねちゃうねちゃうね、今日の朝ぐらいからひょう変して、あのちょっと俺もう通話でも俺喋ってんけど、ゆまると昨日か昨日の朝かなんかあったん、あのウッキーとゆまる、でもそこ俺めっちゃ気になってんねんけど、なんかあった？ウッキーくんとゆまる、それだけちょっと気になんねんけど、なんかトラブったちゃうこととかで、それだけ結構ウッキーくん教えてほしいねんけど、なんもなかったん？なんか単に垂れ込みとかだけでなんかゆまるがあっこまでなんていうか表現するというかさ、でその叩かれ方は相沢さんやけど、もちろんなぶっちぎり、うん、結構な剣幕で電話かけてきてたから、あの割とあこいつあガチトーンで朝から来てるわ思って、うん、なんかあったんかな、その辺のこと誰か知ってる人います？いやでもなんで今日やねんやろ。お前さっき叩いてたん、いやいや基本的にヤマリスはみんなチーム叩くよ、面白いから。まあヘイト向けるというよりかは、まあまあでもヘイト向けてた、ヘイト向いてたよな思いっきり。だってわざわざ俺んとこにまで鬼のように鳩飛んできてたもん。なんでやねんやろな、ユマルがあっこまで、いやすまあまあの剣幕やったで、俺電話かかってきた時だ、あいつから電話かかってくる時であんだけなんか声荒げてんの聞いたん結構久しぶりやったから、言うたらっていうか多分なんか俺がやらかして怒られてんのかなと思って最初、うん、そのぐらいキレてたで、うん、割とだからなんかあのもしか勝手な推測やけど、ウッキーとユマルに何かあったんかなって、聞かんかったけどな別に俺そういうのは、うん、ないよなさすがに、うん、あとは何もなかったんや、まずなんであんなアホみたいな時間からバチ切れで電話かかってきて、うん、ちょ山田ほんともう今回の件許せないんだよねみたいな、わかる、ちょ、山田はこれ聞いて、どう思うの？山田も知ってるよねみたいな。うん。うん、あお前なんか、あの、もう、ウッキーのことをかばってたんじゃなかったみたいな。うん。いや、違うんだよね。やっぱり、みたいな。うん。そう。ただ、ウッキー攻めてんじゃない？ウッキー攻めてんじゃない？ちょ、大会の話もしてたけど、僕の今までの行動を腹を立てていたんです。いや、全部は悪ないって、ウッキー。ウッキーは俺悪ないと思ってんねん、ぶっちゃけ。だって俺だってさ、オフパコしまくるしさ、彼女おったって他の女抱くしさ、うん、そうそうそう、ああ嘘、うん、危ないな、寝てなかった寝てなかった、うん、うん、あちょっと冗談やんか、ほんとお前さ、ふざけんねん、マジでよ、冗談も通じひんのか、マジで。うん。うん。ああ、もうあかんわ。もう、カメラおもちゃなりだした。もうダメや。終了。おお。
コメ欄もうゴミの吹き溜まりになりだしたわ、うん、もうあかんわ、もうダメ、こうなったら終わり、うん、こうなったら一旦静観しとく、うんうん、まとめ、チムはアホ、うん、ウッキーは性欲強い、以上終わり以上、うん、終わり、うん、チムはアホ、うん、ウッキーは性欲強い、以上、うん、でユマルは喋る、以上、これで終わり、あと40代女性はかわいそう、うん、以上、うん、でいいんちゃう、うん、そう、チムはアホ、ウッキーは性欲強い、うん、そう、ユマルは喋る、以上、ユマルは喋る、うん、以上、うん、分かりやすいよね、うん、そういうことね、うん、あとチムとユマルは仲悪い、うん、以上、あ、そうか、アホはよくない、バカ、うん、以上、うん、いいやん、え、でもさ、これなんか、なんやろうな、なんていうか、恩着せがましいじゃないわ、なんやろうな、余計なお世話かもしらんけどさ、もうウッキーこっち来いよ、こっちサイド来い、バリ楽やから、うん、ウッキーくんどう、俺とあれならへん、今俺中村とは配信、あ、江戸はもうあと2日後おる、どうする、ウッキーもうこっち側来えへん、もう言うたら、無理、ダメ、やりにくい、そうそうそう、もう俺みたいにさ、例えばさ、ウッキー君、俺の方がやってることエグいね、ほんでもっと言うと、もう過去にも色恋しまくってたし、言うたら添い寝しただけで100万もらったとか、もうゴミみたいな話いっぱい出てくんねん、じゃあウッキー、ほんまに、うん、割と、うん、もうゴミみたいな話いっぱい出てくんねん、俺言うたら、うん、300万貢いでもらった話とかさ、もういっぱいあんねん、もうあんねん、うんうん、今までたくさん、いや、いいいいいい、そんなんな、誰もな傷つけやんとこなんて無理やねんって、放送で、に人気何日間、2、3週間おると思う、うん、うん、ええねんって、俺なんて直近で言ったらやで、4人同時にホテルの位置情報を送ってて誰も来えへんっていう伝説あるから、うん、そうそう、俺だっていっぱい嘘ついてきたし、で、つどつどさ、傷つけたりとかもあったよ、いっぱい、うん、だからやん、もうこの際さ、そのお高く泊まるんじゃなくてやで、ウッキー、もうこっちサイド来ちゃいなよ、もうこっちサイド来ちゃいなよ、うーちゃん、うん、絶対ええって、もうクリーンなんかせんでええねんって、クリーンなんか求めてないから、だから TikTok やるときはクリーンなキャラで、ふわっちやるときはもうよ汚れゴミ界隈、うん、俺らと一緒、うん、うん、嘘はついていい、ウッキー、うん、嘘ついていい、うん、俺だっていっぱい嘘つく、言うたら、うん、彼女にも他の女とやってないとか嘘つくから、俺、あ、嘘冗談冗談、うん、冗談やろ、あ、ごめんシャメイちゃん、ごめんごめん、うんうんうん、こっち来ちゃいなよ、だからな、俺ウッキーさっき言ってて、なてんてんてて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 、サムネ撮る時の この手あるやん、この手わかる、てんてん、その時がもうこう てまして、る手にするみたいなソーラン節踊るとき、うん、こう手満するみたいな、ソーラン節でさ、おたげもさ、振動するやつ、振動する光る棒持つんじゃなくて、振動する棒持って、うん、おたげ打つみたいな、うん、どうこの進路変更、どう、使っていいで全然、うん、どう、うん、いやー、本家の前ではよう踊らん、さすがに。バカバカしいとか、バカにされる。うん。うん。だから、ウッキーくんも別にいいで、恥んでも、みんなそうやねんって。ウッキーくんなんてまだマシ。全然マシ。俺、他の配信者のことも知ってるけど、全然マシ。ああ。で、しかもな、ウッキー、あともう一個、もう一個ウッキー聞いて。俺、過去に下手打って、フォロラン1位から5位まで2回ぶっ飛んでるからな。ウッキーなんとかなる、絶対 あんた顔いいから、うん、別にさ、今おんのぶっ飛んでもまた入ってくるから、新規が、うん、大丈夫やって、うん、俺なんて、じゃあユッキーはフォロライン1位2位できついわってなってるやん、ちゃうちゃう、俺1から5位までぶっ飛んでるから、うん、リスナーなんて財布じゃみたいな発言、ばらされて、うん、
リスナーみたいなもん財布じゃみたいなことを平気で言ってる録音流されて、うん、そうそうそう、フォローライン1位からあの5位まで全部ぶっ飛んだ、うん、余裕やで、うん、全然余裕、うん、全然余裕、うん、うん、全然余裕、あ、リポ OK です、俺んとこ、うん、全然 OK です、うん、だからウッキー大丈夫やで、俺ももう通ってきてるから、その色恋であのぶっ飛ばしたんは通ってきてるから、うん、うん、でそれはもうええやん、40代の方には別に謝りはええやん、別にそんな謝ってすまん話なんかないしよ、そんでよ、うん、うん、謝ってすまん話もないねんって、ほんでよ、そんなもん、うん、普通にごめんって謝ったらええやん、うん、そんな謝ったらすまん話やねんから、うん、どう勇気もらったウッキー、俺のフォローライン1位から5位まで、うん、あーうん、ちょ、変わらんで、変わらんでって、そんなもん、そんなもん変わ、無理に変えようとせんでんねんって、うん、うん、ただまあいい方に変わっていくのは絶対いいことやと思うけど、もう今そんな全然気にせんでいいよ、まだそんなさ、あの5年も6年も放送してんちゃうねんから、大丈夫だって、うん、そうそう、うん、これで一件落着やな。そうそう、人ってほんとそんな簡単には変われんから、口で言うのは簡単やけどな、失った信用を取り戻すのは3倍以上の苦労がかかるって言われてるから、それやったらさ、あの失った人は置いといて、もう次取りに行った方が早いから、新規、うん、うん、いけるいける、大丈夫や、ウッキーはもうルックスいいし、まあ、なんやかんや言うて一生懸命やってるし大丈夫だて、うん、それよか、なんか今逃げんと、あのまあちょっと心しんどいとは思うけどやで、放送絶対つけた方がいい、こんだけ話題になってるから、何でも閲覧取れるやん、わかる、閲覧がバーって膨らんでる時ってそりゃ誹謗中傷コメントダー流れるけど、そんな1000人とか見てたら、そこで、あのそう、あの10人でも20人新規取れゃええねんから、そうそう、うん、そうそうそう、ほんであれやん、直前でさ、ウッキー君とちょっとキャラかぶりのアムチンも下手打ってるし、うん、今やで、じゃあでもほんまそうやん、チーム言うたりや言うたら、ここにさクズ代表がおんねんからさ、うん、ウッキー君フォロラン飛んだん1位2位とかぐらいの話やん、俺1から5までぶっ飛んでるから2回もほう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 、ほうほう、うん、そうで、俺これを機にちょっとちゃんと友好関係築いてさ、よかったらまたあの江戸行くからさ、うん、あのコラボしようよ、ニニニンちゃんのこと、うん、あれはあかん、甘やかしたらあかん、あんなも甘やかしたらあかん、あかんって、もう配信やるからにはもう配信能じゃないとあかんから、フォロランの金額ちげえだろ、うん、まあそれはそうっすね、ええ、うん、いやだからまあいろいろすいませんでした、僕もすいませんでした、ほんとことあるごとにうんこ食わしてくれてありがとうございます、ほんとウッキーさん、チムさんも本当に、うん、いや俺ない、チムないないようにしてる、もう、うん、やろ、そこが多分さあやと思うねん、チームよ、俺ないねん、家の住所から何からもう全部晒してるから、ないうん、ないねん、うん、そんなもん、うん、もう俺には失うものないねん、言うたら、あ、222号か、ああそれはな、うん、ないねん、うん、もう、うん、ないねん、うん、それがワンライブやから、それがワンライブやから、よかったな、なんか綺麗にまとまってよかったな、うん、アリスナーさんコメントも拾います、すいません、はい、ちょっと500人超えてるときはあの全部拾うのは勘弁してください、すいませんなあ、そうやんな、言うたら、うん、付き合ってんのはあのちゃんと認めたあれはほんまかっこよかったで、ユッキー、うんうん、俺逆の立場でもうわダリーなと思いながらしか言わらん、あんな、うん、うわダリーなみたいな、うん、あれは大したもんやで、大したで、
ましてや心弱いウッキーくんがあの場ちゃんとなああいう放送つけたのは本当英断やと思う。かっけえマジで。うん、俺やったら開き直って煽る方に行くねんけど、うん、あの場合はな、うん、ちゃんと謝れるのすごいでほんま。俺やったら、うん、開き直って「いやいや付き合ってたけど」みたいな「うん、騙されてる方が悪いんじゃないの?」みたいな、うん「投げた相手も返せふざけんな」で終わってんねんけど、俺やったらちゃんと、うん、謝った姿はかっけえマジで。うん、うん、なあそうやんな目落ちな、うん、思った。俺やったら開き直るも、うん、ああなったらじゃあしゃあほう言うて、うん、うん、まあだからこれからもあのジムさんムッキーさん末永く幸せに、それとあの僕と仲良くしてください。うん、うんうん、仲良くしてくださいこれからも、うん、いつかねなんか僕が下手打った時にどんどんネタにしてくれたらいいんで僕のことも、うん、まあ多分チムがするやろうけど僕が下手打ったら、うん、え、本当山田ってアナル汚いよねみたいな、うん、話するやろうけど、うんうん、いやいいよ目落ちちゃんみたいなちゃんとガシレスしてくれる子もいいじゃんなあ。あかんアムチンは正直やめといた方がいい。なんでってアムチンに俺がアムチンのオカンとやりたいって言ったらそれ以降口聞いてくれへんくなった。700人の米はちょっと500超えたらちょっときついな。ああアムチンはちょっと絡んでくれ。え、彼女におすすめされたの翔くん、もしかしてエビちゃんの彼氏ちゃうか。うんうん、せやねアムチンなあれから目合わせてくれへんくなったからな。ちなみにヤバトイ NG ワードに入れ、あ、うん、ちょっと、え、それはええねんで、あ、カレーあざっす。ウケ、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 だからやん。な、100が0なったら、また100まで頑張ったらええねんから。あ、そんな。しかもやで、さ、そんなさ、女おったぐらいでよ、離れるリスナーさ、な、女おったぐらいで離れちゃうリスナーなんて別に、そんなことなってなかった としてもやで、長いこと続かんて、どっちにしたって。たかだか女おったぐらいでやで。離れるリスナーなんてもうそれまでやから。翔くんパオンあざす翔くんナイスあざす。なんでそんなプラプラに固執する必要あるの言うて、うん、プラチナでいいじゃん別に、ゴールドでもいいじゃん別に、うん、配信一本で無理やったらバイトすりゃええねん別に、そんなもん死にゃせんねんから、うん、その時に考えたらええんじゃ、うん、そんな時はよ、うん、大丈夫やで、先に起こることなんて不安に考えんでもええねん、今目の前にあることを丁寧にな、丁寧に、しかもあの間違えてない方向に努力すればいいだけやね、うん、それも分からんの世論は、うん、それも分からんの、うん、そんなんさあもう生活できないかもしれへんって言ったらその時にバイトすりゃいいじゃんそれで終わりやん言うて、うんうん、大丈夫だってそんなもん、うん、大丈夫だってサメちゃんごめんね、うん、大丈夫だって、うん、そう別にゴールドになろうがさシルバーになろうがさ別になそんなん関係ないで、面白いことしてそれなりに沸かしてたら結果は勝手についてくるから、俺はそろそろゴルプラ落ちです。俺はもうそろそろ申し訳ないですがゴルプラ落ちです今月は面目ない、すまねえなヤマリス、俺はさ閲覧を集める能力があってもアイテムを回収のする能力が全くないようだ、うん、やまり進まねえ、うん、よそからさ閲覧だけの枠とかさ、うん、バカにされるけどすまねえ、俺にはアイテムを集める能力がないらしい、うん、すまないな、なぜだか投げたくなく なくなるんだとよ俺の枠は、すまねえなヤマリス、これでさ俺がプラプラやったらみんなもさでかい顔できんねやろうけど、あ、よこしくんが本当のことを聞いたよ、いやいや俺ない、違うウッキー俺はない、ウッキーが俺もどんだけクズでも俺はウッキーの擁護でおる、
立ち位置でおるわ。うん、一人ぐらいやっぱ逆張りせんと思んないやろ界隈、うん、嫌われ役やるから大丈夫や、うん、しかもさ、その女の人がかわいそうって言ってる人って別に当事者じゃないやん、言うたらわかる、ウッキー言ってること。その女の人をじゃあ仮に傷つけたからって言って誰が迷惑被ってんの、その人だけやねん。要は世論がどうのこうの言う必要ないねんって、極論はな。その人をウッキーが傷つけたって思うんやったらウッキーがその人に謝ればいいだけであって、わかる、うん、関係ないやん、うん、あの人かわいそうだよとか、うん、当事者じゃないねんから言うたら。でなんぼソースあるって言ったってその人とウッキーくんの関係性ってその人とウッキーくんにしかわからん部分がでかいから、ぶっちゃけ、うん、周りがどうのこうのぶったたくんじゃないねんって、うん、いや一番いいのは和解できることよね、そこ。そうそうそう、本人同士がなんか一回話し合える場とかが設けられればなんか、うん、解決できるんじゃないかなって。でやっぱその彼女がチムやったのが多分ムカついてんねん、やっぱりチムやから、うん、だからチムのせいや、うん、うん、そうチムやからムカつくねん余計、うん、そうだから悪いのチムや、だからチムも謝りに行け、うん、お前も土下座してこいよ、ほんま、うん、そうチムみたいな女やから余計ムカつくね。タバコ吸いすぎごめん、来るだポン、あっす、だからチムが悪い、ウッキーは悪くない、うん、うん、うん、まあ俺もそうやと思うで、宮内、うん、美男美女で、うん、なんかその見てる分にはいいけどな、うん、そうだからチムが全部悪い、心配せんで、ウッキー俺は叩かんから、うん、ユーマルがどんだけ何言うてても、うん、叩きは絶対せんから言うたら、うん、俺は横側で降りたい、逆張りしたい今回は、うん、おまあ焦点になってんのは、まあ、40代ぐらい、年間っていう言い方よくないけど年間の女の3年間奪ったっていう、そこが多分焦点やね多分、うん、その結婚を匂わしたとか、まあ、言われてるけど、それは俺ソース見てへんから知らんけど、うん、豊島の3年奪った部分がかわいそうって言われてるから、うん、そうそうそう、うん、って言ってたけどな、ゆまるは、うん、じゃあ俺はもうその辺ソースもらってへんか分からんけど、そこだけやから要は、うん、あ、豊島は良くないか、うん、すまんすまん。それがさ、まあ、20代とかの3年とかやったらな、まあ、そこまで、あ、3年ではないんや、まあいいや、うん、そう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 。それにもう一人ジョーが出てきてんねんな、ジョーが、風のジョーが出てきてんねんな、登場人物でな、確か、まあ、その辺は俺も別に何も思わん、うん、そうやん。でも俺なんか逆に考えたらさ、なんかあの3年も一緒におれたら、まあ、幸せだったね、いい思い出だったねってな。でもな、40代とかの3年とかってやっぱでかいよな、やっぱり、うーん、そうやね、うん、女なんだと思ってんのよ。いや俺か俺以外やから世界は、うん、関係ねえよそんな、うん、女だからとか男だからとかないから俺は、うん、平等やから、うん、女も男も対等です言うたら、うん、ないね、対等やね俺は。ただな、まあそれはちょっとかわいそうやなと思うけどな、その40代っていうのは。バオン、あざす、ごくあざす、うん、A の人あざっせーせー、うん、でもできてへんねんからええやん、子供別にできるようなことしてたって言うけど、できてたらできてたで騒ぎはええやろうけど、できてないやん別に、うん、ちゃうか、うん、うん、できるようなことしてたって言っても別にできてないねんから、うん、ちゃう、それはもうタラレバの話やねんから叩く必要なくない、その部分は擁護するとするなら、うん、うん、それが下ろしてたとかやったらまたちょっと話は変わってくるけど、うん、現時点ではできてたではないや、うん、やろ、ちゃうか、ちゃうかちゃうか、うん、しかもさ、それに関しては別に両サイドさ
責任一緒じゃない言うたら、それを許してた女の方もおるわけであって言うて、うん、意味わかる、意味わかる言ってること。あ、相手だってそれを許可しててそういう関係になってんねんからさ、そこは別につっつかんでよくね。あーパオン10倍あざす。おう、そこはお互い様やろ。おう、被害を訴え出てるからって言って何でもかんでも叩き要素じゃないで言うたら、おう、思いませんか、どうですか。おう、おう、別にその仲出しどうのこうの相手も許可してるから OK なわけで言うたら、おう、それがレイープとかやったら話は別やけど、合意のもとやろ言うたら、うん、なん、別にそれはどっちもどっちの案件や、うん、うん、よし、これであれやな、まあ、ちょっとは擁護できたなちょっとは擁護できたね、おー、ちょっとは擁護できた、うん、うん、ちょっとは擁護できたね、うん、それ以外は多分ユマルのターンで多分もう一発かまされるから、うん、うん、しかも結婚詐欺って言うんやったら、こんなとこ、結婚詐欺で訴える訴えへんとかさ、そういう話になってるけどさ、うん、そうやったらここでやらんでええやん、別に弁護士入れりゃええやん、うん、弁護士入れてやりゃええやん、うん、放送で出すことじゃないよわざわざ、うん、ほんで、エキリストはだって情報ないもん、何もないもん、コーラ界隈の情報何もないもん、もう乗っかってきたってソースも何もないじゃん、うん、うん、サメイちゃん大丈夫よ、うん、うん、シンプル、シンプル、あんたその人と7回もやってるくせに今そんなこと言うわ、せやな、そうそう、多分ユマルもさすがに今度イギリストには持っていかんわ多分、うん、俺に言ってくるぐらいやから、うん、あんたお前7回もやっといてそんなこと言いなさんね言うたら、うん、うん、大丈夫だよ、イキ君の悪口、俺の枠でイキ君って書いたらコメントブロックやで、106気ぃつけろよ、うん、イキタン、イキ君はブロックやぞ、うん、気持ち悪い、うん、じゃあの話題がぐちゃぐちゃやな、まあええやん、雑談してるだけやし、うん、あ、食べてもうた、うん、まあええやん、うん、おいしい、半分置いといたわ、うん、うん、おはよう、いやいやもう何もない、とりあえず山田、チム、ウッキーは和解、うん、で、まあ、ユマルはおそらくまだぶったばいで来ると思うわ、うん、ウッキーのこと、その時に俺が矢面に立ってもうやめてあげてって、もうやめてって、うん、うん、やる、それは、うん、ちょっとだから俺がコミカルな入り方して汚れ役やったるから、うん、お前らは気にせんと2人の放送しとけ、うん、うん、お前らは気にせんと2人のこれからのことと自分らの放送のこと考えろ、うん、ユマルにもうやめてあげてって言って、うん、やめてあげてって、うん、やるから、うんうん、そうそう、カップル配信しときもう2人で、うん、何事もなかったの、俺が矢面に立って戦したるから、うん、ただこれを1個だけ言うで、うん、瞬殺で論破されるわ俺、うん、ちょっとな、向こうはさ、あのソースとかさ言ったら核兵器に竹槍で挑むようなもんやけどな、うん、うん、すまんな、竹槍ですまんな、うん、ユマルという核兵器にもう竹槍で挑むから多分3秒か3分で終わると思う、そのぐらいの間で終わる、うん、ちょっとソースが強すぎる、うん、やし、ウッキー君も多分ある程度認められてる部分多いから、うん、うん、でもな、諸葛孔明はさ、うん、10倍とかの軍を、うん、10分の1で退けてるから、うんうん、俺の大好きな諸葛孔明は言うたら、うんうん、大丈夫や、うん、俺孔明やから、
こう見えて透明やから、うん、あせやな雪村もな、うん、ユッキーもな、うん、でも明日行こう怖いなほんまなユッキーもなちまもな、うん、ニマルがななんかな急にああなると俺も思ってなかったからさ、うん、俺にすら止めに入ってたのにやで言うたら、うん、なんかもうウッキーいいやつだからってもうあんまこすんのやめてあげてよぐらいの側やったのに、うん、火付け役はチムです、うん、チムがペラリすぎなんですそもそもいろんな人に、うんうん、いや無理やな絶対止まらんだからもうすげえ剣幕で切れなんだ俺にまで切れ口調になってたもんなんでか知らんけどおうだから俺が怒られてんのかな思ったもんもう昨日の朝ぐらいおう、うん、でも久しぶりやったなあんなに熱くなってるゆまるみんの、うん、珍しいで、うん、珍しいでしかもあいつ話題ふ2日連続でやるんってあんまないねん、うん振られては蒸し返してはあるけど、もう絶対にやるって言い切って2日間は珍しいぞ、ゆまる。うん、あれもう本気やわ、うん。しかもさ、その話題してたら相手も飛びまくるし、うん、絶対やるわ。うん、まあだから俺は仲裁に入れたらいいかなっていう、その位置でおるわ、そしたら。うん、まあ別に判明するんじゃなくてな。竹槍持って仲裁に入るわ、うん、じゃあゆまるとは何もなかったって言ってるウッキー、うん、それもうここに来てまで絶対嘘つかんから、うん、それは俺も聞いてないほんでゆまるからも、うん、いやまだまとまってるやん前、うん、リッチ団結してるやんコメランがむちゃくちゃっていう意味ではコメランに全く統一性がないっていうまとまり方してるじゃん。うん。うん。しかもさ、そのおかげでやで、名古屋、終始話題の割に和やかな会じゃん。うん。やろ。うん。和やかに終われるじゃん。ウッキーにヘイト向けてません、俺一つも、うん。向けてないやん、言うたら。あ、せやな、性格悪い代表のドラム缶も言ってるし。あれあかん相手も飛んどるし絶対つくわ放送あ山田んとこも相手も飛ばんかなマジで山田んとこも飛ばんかななんか可愛い子ちゃんから飛ばんかな山田んとこもファンタとか飛ばんかなあしんくんありがとうパオ山田んとこもファンタとか飛ばんかな言うたらこんなさ朝6時とかからやで言うてさあ わらわらコメント流れてんねんで言うてさなんとこもなんかさ1ファンタぐらい飛ばんかなほんまマジでああうんまあなんかウッキー会えたらいいなと思ってる多分会えるんじゃないかなウッキーに、うん、ウッキー&チムに会えたらいいなと思ってる江戸行った時、うん、ああ無理やでまざす無理やでまざす、うん山の枠も飛んでほしい、うんうん、山の枠も飛んでほしい相手丸々と絡むのやめたらまた応援するあ、おるなそれ、うん、おるおるそういうやつおる、うん、俺ソーラン節全力で踊るからでもそうソーラン節アッパオーアザースレベリーさんアザースおうおうトゥン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 トおおまなみレベリーさんがコーヒー買ってきてって
まなみ、まなみって、ちょまなみ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 、まなみコーヒー買ってきてレベリーさんがっつってるから、ずず、もう自分で買いに行くわ。まあ、使えんの、あいつだけはよ。じゃあ買いに行こうか。レベリーさんからコーヒーの差し入れあったんで、ありがとうございますレベリーさん。ちょまなみ、はい、ウイキャーはあるか。さあ行こうか。やっぱり俺んとこって米欄がゴミになるよな。よし行こう。行くっつってるやろ、うるさいな。あ、スマホクーラーやろ多分。サメちゃんは山田んとこのマスコットアイドルですね、サメちゃん。サメちゃんは山田のことが一番好き。はあ、うん、なんでそんなん言うのよサメちゃん。うん、サメちゃんごめんね。ちょっと枠盛り上がってる時はさ、ちょっとコメント読めん時もあるけどさ、ごめんね。そんなことないよ、マスコットアイドルよ、うちのサメちゃんは。今日も結局あれやな、クソ長時間放送になってもうたな。サメちゃんはそんなことありません、永遠の20代。すいません、レベリーさんありがとうございます。レベリーさんのおかげで90円のコーヒーが飲めます、本当にありがとうございます。ちょっと最近ケチってさ、この30円の方ばっかり買ってるけどさ、うん、こっち買おうと思います。うん、今日はレベリーさんからのおごりなんでいただきます。グリエ、うん、そやなっつぁんな、うん、そのまま家来たらええのになっつぁん、言うたりいや、山田んち来たらええやん、そのまま家帰るより楽やろ、俺んち寝ていき。うん、あやろう、そうやろ、わかるしずき、わかる。うん、じゃあこんなん売られたらさ、うん、いやあいつ何も飲みもんない、え、あいつなんもいらん。そうそう、ここの自販機もこれ70円とかやしさ、安いでしょ、レベリーさん。ええでしょ、ええとこ住んでるでしょ。いやーれん、そーらん、そーらん、そーらん、はい、はい。うん。いや、事件ないよ、何も。ほら。こっちの自販機はな、ノーマル価格やねんけどな。ちゃ、これ、ひなせじゃないねん。そうそう。ひなせの本名、しずきやからな。なんか、ちょっと違和感あるけどな。自販機ないわ。あ、ウッキーくん、ここ俺の家やね。もう、東道頓堀、双葉プラザって書いてるけど、ほんまはさ、正式名称は、東道頓堀千住プラザやね。ここ俺の家やね。あ、うん、かまへん、しずき。大好きだよ、しずき。うん。あ、ありがとう、写メ一本。ありがとう。ありがとう、写メ。ありがとうね。うん。え、225に俺優しいじゃん、結構。不要品を送っては、転売できるもんとかあったら嬉しいですね。銭に買えるんで、金ないから。ただ、ゴミは送ってくんなよ。特に、ふわっちの運営みたいにさ、意味わからんストラップとか、ああいうゴミは送ってくんなよ。面白いサンダル送ったら履いてくれるよ。うん。ちょっともう、あと2日ぐらいで江戸行っちゃうからさ、何、江戸には持っていけるかどうかわからんけど、履くよ。うん。何でも履くよ。うん。山田君あるよ、アカウント。うん。いや、そんな、なんか薄利なもん売ったりはせんけど。うん。おかえりなさい。すいません、レベリーさん。ありがとうございます、ほんと。朝からコーヒー飲めるのは、ここで、もじもじ一過性のガヤばっかり投げて一つも課金せえへん、無職ニートと何
非課税世帯低所得者層以外のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にガヤ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 朝からアホみたいなことをわめき散らかしてるバカタヌキどもと違って、本当レベリーさんありがとうございます。貧乏で暇あるやつばっかりなんでここ、あーサメイちゃんカレーも買ってくれてありがとう。5倍パオンあざす。あの貧乏で暇ばっかりの人、あー翔くんはそんなことない、パオンありがとう。翔くんはそんなことない、アレベリーさんありがとう、パオンあざす。あ、なんかコラボ先生来てたな。じゃあこっちの端末じゃなくてこっちじゃないとできん、パオンあざす。ありがとうございます。助かります、レベリーさん。あ、豚も2個。パオン。あざす。あざす。K の人、あざす。ちゃうわ、知ってるわ、パオン。おかんにもありがとうって言っといて、パオン。あざす。よかった。ちゃうぜ、もうおってよかったわ、ほんま。あ、無理やってもあざす。ありがとうございます、本当にもう。あ、コラボ申請。受けようか別に。理想狙ってんやったら、あれやん、今日もう俺んち来ちゃえばええやん。あ、夏木、もう俺んち来いって。ほんじゃ、今度は、あれやん、あの、夏木の枠で俺が一日分回したるから。内藤東出てなんか、前おっとったやん。悪かったな、低所得で。あ、ありがとうございます、パオン、あざす。あらし。違うよ。みんなが、頑張って、見てくれて、みんなが頑張って課金してくれてるからやで、ありがとう、キラン、みんなが見てくれてるからやで、ありがとうね、いつもいつもありがとうね。あーサメイちゃん、パオン、ありがとう。夏木のリスワン俺が取りに行くか、そしたら、リスワンコーディネーターの山田が夏木のリスワンを取りに行くか、俺だから夏木の枠でずっと、俺がへばりついて、行くか、リスワンコーディネーターの俺が、もう 100%200% にしたろか、リスワン請負に、で俺言った有言実行やからな、いや予算とかがむちゃくちゃやったら無理やな、ぶっちゃけまだ予算取ってへんやろ、予算だけやな、怖い、あの辺が爆発させたらちょっとやばい、いやいいよ、やっぱワンライブ寄りやから、やっぱり、なっちゃんに言うたってや、別に、あの、もうリスワン取りたいとかあんやったら、もう俺なんぼ使ってもええでって言ったって、あの、こう、よく、あの、裏方に徹してくれるからさ、こんな時ぐらいはさ、お手伝いしたい。ほんで、さ、あの、ほぼ夏木と火薬の力やのに、はたかも俺の力かのように、あのリスワン取ってドヤ顔したい。はたかもあの俺が取らしたかのような演出でドヤ顔したい。あ、帰って俺んちで充電したらいいやん別に。あ、お疲れ夏木、リスワンコーディネーターの山田がおるで。リスワンコーディネーターの山田やで。ツナに7時間でリスワン取らした男やで。あ、いい人、あ、パオン、あざす。いや、いい人アピです。いい人キャンペーンです。あ、おやすみ、しんくん、パオン、あざす。あ、3つありがとう、カレーのやつ。ほぼ火薬さんの力です。はい。リスワンコーディネーター。いけるで。なっちゃん多分な、なんかあの、不適切な表現なかったから、あ、いや、もう別に適当に寝てから来てもいいし、もう好きな時間おいで、言うたら。俺はちょっと今から寝るけど、絶対やったるわ。空飛んだ日じゃないよ。あ、今から来る、ええよ。おいで、待っとくわ。ほんで、もうひたすら寝てる俺を映しとき。
今からは眠いけどな、寝て起きてからでよくない言うて、今からはアホやろ。うん、そう、絶対的な理想コーディネーターなんだよ。だって俺11ヶ月連続で撮ってますから。だって俺11ヶ月連続で撮ってますから、俺撮り方知ってるから。相沢さんも撮られへんかったリスワン、相沢さんの分まで撮るか。ありがとうございます、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 ポン、あざす、 M の人あざす。うん、まあでもぶっちゃけ正直な感想を言うと、別に俺おらんでも撮れるわ今日なっさん。うん、わざわざ来てなんか一展開二展開なくても、うん、放送時間だけ長時間ぶん回したら ぶっちゃけ多分一人でもう撮れるで、多分結構差あるから。うん、ちなみに言っとくと、うん、何にもその俺んちまでの無駄足使わんでも、うん、適当にアイラさんとかにこすってもらったら余裕やわ。うん、ありがとうございます村屋では。うん、そうそうそう、うん、多分ゆっくり昼過ぎまで寝てても大丈夫や。あ、じゃあそうなったらなっちゃんの枠やで、うん、なっちゃんの枠やで、うん、なっちゃんの枠で、うん、全く同じタイトルでいく。あ、ムレイテバザス、ムレイテバザス、ムレイテバザス。なっちゃんでもお疲れやったね、ほんまね、今日、うん、疲れ。でも東京行こうな、行けんねやったらなっちゃん、うん、ちょっと資金とかさ、体力とか、まあいろいろ苦しいことはあるやろうけど、行けんねやったら無理してでも行こうな、うん、それは言っとくわ、行けんねと無理してでも行こうな。まあなんかその心がしんどいとかあんねやったら何とも言わんけど、うん、絶対言っといた方がいいから言うたら、パルちゃんとかゼロワンとか、うん、あの辺みんなに会えるからさ、行ったら。で俺警備員やし、ほんで、うん、明後日から東京なら、ら、ににみたい、なんて、22ごと、うん、仲直りというか、まあ、折り合いついたよね、いろいろ。中村も結構楽しみにしてたしさ、ほんで、ああ、そういえばやけど、そうそう、いけんやったら行こうな。ああ、眠なってきたな。もう終わっていいっすか、うん、まとめ終わったし。うん、一件落着やな。いや、同棲は一旦解消。まあ、でも多分月の半分ぐらいはおんねやろ、多分。同棲は一旦解消、うん、まあ、月の半分くらいおるんじゃないか分からんけど、うん、で俺もいやそれがおもろいんや、 NG さん、それがおもろいんじゃ、分かってないな、それがおもろいんじゃ。感想までやれ。いや、ちょっとな、で以上イベント俺参加してもうてるから寝配信無理やろ、うん、感想までやらんやろ、やんの。もうええやん、あとさ数十分もしたら藤沢奈々みたいなもんが始まるからさ、そっち見てりゃいいやん、言うたら藤沢奈々とか始まるやん、みんな大好きな。あ、村井でもあざす。どこが好きなの。いやでも結構いいとこもあんで、言うたら家のことやってくれるし、モンジョリ見てるけど一人で乾燥しといてなんでやねん。あ、無理やってまざす、無理やってまざす、やばい、ゴリラがもうナンバーワンしんちゃんにしか見えてけえへん。昨日なんかカレーパン作ってた、おはよう、まとめってどうなったの、パオン。とりあえず一旦2位の人、チームウッキー山田は仲直りできた、うん、で多分ゆまるが多分思いっきりまた暴露でぶったたいてくるけど、山田は、うん、もうやめてあげてって、うん、いやコスパ悪いよほんまに。あ、サメちゃんありがとう、パン、うん、ほんまに分かるやろ、まあいい、分かるやろ、俺が辛くなって、おはようヒロ君、俺が辛くなってくる気持ち分かるやろ。いや絶対やる、絶対やる、うん、時間割いてでもやる、自信ある。
どことなくゆまるにはなんかあの優しい感じでは言うとくけどな。うん、うん、あそうそうそう、うん、そんな感じ今日のまとめ、うん、あユマバブ、ユマバブっていうアカウントやわ今、うん、ユマバブ、ユマバブでひらがなやったんちゃうか。あおはぬんありがとう、とくめさん、うん、リンリンありがとう。ちょリンリン課金してよもうほんま頼むわ。いや本日のまとめ書いてくれてる101が、うん、もうまとまったからタイトルももうこれやめよう。ぬんありがとう、リンリンパオンありがとう、うんうんうん、ピー、うん、もうタイトルピーに変えとくわ。あー疲れた。最近毎日21毎日うん、最近毎日歩き配信になっちゃった。あサメイちゃんありがとう、うん、最近毎日してるで、うん、今日もなんか西成とかにおったし、うん、排水口きれいに結局掃除してくれた222号が、うん、ああ個人的に召喚する。そしたら連絡本人と取ったら、おうな何もないのに行きゃせえへんやろうし、うん、俺は連れて行くはないから言うたら、一人で行くから、一人で行って一人でうろうろしまくるから、うん、寝てるで、寝てる、ちょっとぐらいは寝てる、うん、やっぱりさ今俺の中で裏タイトルがあってさ、あの総閲覧数もうマンスリーポイントで競う無理やからうん、マンスリーをあのポイントで競うんじゃなくて総閲覧数で一人で戦ってるから俺、うん知ってる？合計総閲覧数俺今このコンテンツで2位やねんで、知ってた？みんな養分が1位で俺2位やで、うん、それでいいや、それで戦おうぜ、うん、うん、知らんかったやろ、合計総閲覧数見てみ、あのマンスリーのポイントじゃなくてこっち側見てみもう暇な時あせやで、合計総閲覧数俺2位なんで、うん、ということはこのコンテンツ内で2番目に1番見られてる男やで、うん、それでいいやん、うん、いや養分とこはすごいなやっぱりな。 ありがとうございます、無理やりともあざす、あ10の人あらす、よかったら課金アイテムお願いします。っていうかさ、はい、排水口掃除させといてさ、うん、見た、何綺麗になった、めっちゃ綺麗になってた、見た見たよ、うんうん、ここ課金されて、いやもう諦めようぜ、ね、何ももらわれへんって何ももらわれへんわ、自己満じゃん、うん、何もくれへんわ、うんうん、あいつさ自分が掃除してめっちゃ綺麗になってるから見てもらいたいの、わかる？これそれ原因で大喧嘩なっててさ、ビフォアのそのアフター見せてないからさ、うん、見せてほしいかあんない言うてくんね、正直にそうやって言えばええのにな。あちょ待って、風呂入らんとって、風呂入らんとって、うん、風呂入るな、ちょっと待って、見せて、リスナーさんにも見せるから、ちょっと待って見せるから、排水口綺麗なったとこ、綺麗くなったんやけど、わかったて、もう見せるか、うわー、なんということでしょう。トゥトゥトゥーン、トゥ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 ーン、トゥ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 ーン、綺麗、トゥトゥーン、もうめっちゃ綺麗なったな、おう、あ、お前ただこれ言っとくで、ここのパイプあるやん、このパイプ、このパイプの穴、ここ、ああ、この穴も歯ブラシ突っ込んでこすらなあかん、あ、突っ込んでんやん、ああえ、だってそれとあそこが繋がってる、あ、そう突っ込んだね、それ、おお、お前やるやん、うん、お前やるやん、やるやろ、綺麗、綺麗、あ、マジで綺麗、うん、あとは顔面がもうちょい綺麗かったらな、あ、すいません、うん、うん、顔面がもうちょい綺麗、冗談やん、ぽいよ、もうちょっと痛い、赤も殴るなって、
来いよ、殴るなって、お前来いよ、うん、もういいから、外カメ、いや内カメやって、もうあかんって落とされるから、じゃあ外カメやろ、もう内カメや、うん、ちょ痛いって、ちょ痛いってもう押してないや、うん、歩きいや、じゃあ行くよ、ちょもうやめえ、もうやお前ほんましばくでほんま、お前顔映すで、じゃあ入風呂入れ、ちょ分かったって、もう痛いってほんまマジでよ、愛してや、え、お前シャンプーのボトルの底ぬるぬる大丈夫、なんてシャンプーのボトルの底のあのぬるぬる、何のシャンプーのボトルの底、ラックス、うん、そうぬるぬる、ラックスはあまりにいつも外出すからぬるぬるじゃん、あ、なってない、うん、あ、うん、え、もう早風呂入ってこいや、もう早風呂入れや、外カメやで今、ちょもう分かったって、うん、ちょ分かったってもう、うん、まあでも昨日は閲覧協力お疲れ様です、本当ありがとうございます、本当、うん、毎回喧嘩芸にも支えられてます、ありがとう、いい動画いたします、おお、ありがとう、はいはいはい、いつもありがとうございます、あー、うん、あ、ちゃちゃ、お、もう OK もらった、お前と LINE するん、お前もう彼氏おる公言してるしさ、うん、もう大丈夫やで、なんか結構評価上がってんで、ほんで225から、あ、ちゃちゃ、だってお前と連絡だ、お前と連絡取んの嫌やって言ってたのは、あの、あれやん、何やったっけ、あの、あれが理由、あの、やっぱ肛門が気持ち悪いのが理由で、それちゃんとあの、うん、あの1回だけって言ってあるから、うん、そうそうそう、さすがにもうそれ想像したらほんまに気持ち悪いって言って、それが理由やってん言うて、うん、あそこウッキー、あそこウッキーにするか、わかったわかった、ウッキーにしとくわ、うん、オッケーウッキーに LINE 送っとくわ、そしたら DM 送って QR かなんか送りつけとくわ、うん、そうそう、別にもう大体も連絡取るの大丈夫やで、ウッキーが嫌じゃなかったら、うん、だってそんなんさ言うたら、それやとユマルと連絡取ってる方があれやん、普通に考えたらあれやろ、言うたら嫌がらなおかしいのに、うん、それは大丈夫やって、うんうん、LINE 送っとくわ、雨降って地固まるよだれ出た、雨降って地固まるやな、うん、親しき中にもレイプあり、うん、やな、うん、かっこいい、あ、すいません、あ、無理やと待たす、無理やと待たすなあ、雨降って地固まったよね、うん、よかったよかった、雨降って地エンドやな、うん、はあ、今度はウッキーにもリスワン取ってもらうか、うん、今度は、うん、違う、俺は雨降らすんじゃないよ、言うたら、うん、手を差し伸べたからや、分かってる、分かってるよ、そんな、うん、分かってるよ、222個お風呂入った、うん、風呂入った、あいつやる気満々やで、多分無視したろ今日、うん、あいつやりたいか、風呂入ってんね、多分絶対そうや、もう分かんねえいや余裕で取れるやろ、うん、山田君、いやそんなんないよ、でももう我ら一応もうワンライブ所属やから、言うたら我らは、うん、別に、ただなんか大阪支部なあ、アルバイト増やしたいんですけどね、一応ゼロワンにはいいって言われてるから、山田がケツ持つんやったらいいって言ってくれてるからさ、大阪支部のアルバイトちょっと一人増やしたいです、ワンライブ入るんやったら T シャツ買えよって言って、多分殴られみーこの T シャツ着ていっちゃうんやろうな、俺って病気やから、マユティか、うん、どっちか着ていっちゃうんやろうけど、うん、前にゆまるちゃんの配信でちむちゃんは元気って聞いたら知るかよって言われてブロックされたよ、なんでなん、やばいやん、うん、そこまで遡ってはもう俺説明せん、うん、やばいやん、アルバイトの時給は出ないです、はい、あ、無理やてまざす、無理やてまざす、あ、おじいちゃんありがとう、おばあちゃんにもちょっと言っといてください、ありがとうございます、
しんちゃんはでもアンチワンライブなんちゃうかな、あの感じやと、うんうん、おそらくな、多分ワンライブ T シャツ、いやだ俺はバイトやもん、うん、いやなんかゴリラはやめとく、無理やって、怖いってほんま、どつかれるわ、うんうん、あ川端さんありがとうございます、川端さんありがとうございます、え、そろそろ寝るね、俺も。もうええやろ、寝ても、世論。もう寝ていいや。もう寝ていい。いや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 、また放送時間。おはようございます、翔くんさん。ほんと、翔くんさん、おはようございます。いや、うるさい。あ、すいません。すいません。いや寝たい、あ寝たい、もう結構しんどいで、多分分かってると思うけど、俺今日鶴の神さんとかとおったんやで、分かってる分かってる、今日鶴の神さんとかとおったんやで、あ子供起きた、すいません、いやちゃう、俺今日鶴の神さんとかとおってんで、うん、分かってるやんな、まあキャス見てた人じゃないとあれやろうけどさ、だすぐ逃げへんかったやん、めちゃくちゃ怖かったわほんま、いやそうやで、あのゴリラだけでもえぐいのにさ、ほんま怖かったわ、もう独特の緊張感あったよな、なんかは発言せな、あーサメちゃんありがとうなんかは発言せな、場がしらけるしさ、なんか発言したら詰められるしさ、うん、挙句上手にシャンパンまで誘導されるし、ほんまにほんま年下使い荒いゴリラやねんから、ほんまあのゴリラやろ、うんうん、でもなんかあった時あの助けてくれるんで、やっぱりあのゴリラはおもろいやろ、あっマイありがとうポン、あ無理やってまたすじゃあサメ基準とかじゃない、いやそれはあの二人やった善逸くんなくて怖すぎて、わかるよそれ気持ち、うん、陰キャにはすごいしんどい場所やった、あじゃあね、あの鶴の新さんのことをゴリラって言ってるんじゃないで、俺がナンバーワンしんちゃんのことを俺ゴリラって呼んでるから、鶴の新さんは鶴の新さんうん、あれは怖いって、めちゃくちゃいかついよほんま、腕相撲、あ鶴の新さん腕相撲はまあまあ俺の方が強かったけどな、それはな、うんうん、ただまあしんちゃんはもうあれは規格外や、人じゃなかった、なんか重機と腕相撲してるみたいだった、うん、左であんなに俺差あったの初めてほんまに、うん、と言うて俺その昔はさ、あのアームレスリングでタイトル取っちゃうぐらいやねん、あ腕力な、別に弱ないねんってね、強い方はねめっちゃ、自分で言うのもなんやけど、左であの負け方したの生まれて初めて言うたら、うん、あれ化け物やで、仲直りっていうかまあ一応なんか折り合いついたあもうあのゴリラ筋トレすんなよほんま、やんなあの人はもうマジで規格外やわ、普通じゃないわ、何したらあんな体なんねやろうな、うん、いつ寝てるの、今からでしょう、あ無料アイテムあざす、すいません皆さん、あの可能な人さ、あの有料アイテムください、うん、ちょほんまにあの 今までくれてた人はもういいから、うん、あの潜ってて、ああちょっと課金してみたいなと思ってる人くださいマジで、うん、有料アイテム、うん、無理、それは無理、いや片パンもあの人多分本気でやったら俺の骨折れるで、多分アムライトマザス、あーショー君ありがとう、豚パンありがとう、うん、ください本当、うん、
いや起きてるよ、うん、寝てるように見える？無理やって怖いって、そんなん大怪我するわ。あ、無理やって混ざす。はい、あの、あ、ありがとうシャメイちゃん、ありがとうね、パオン。ヨシンちゃん離婚せえへんっぽいけどな、聞いたら、うんうん、え、お前それで風呂入ったん、うん、頭洗ってないやろ、なんで頭洗ったらドライヤーできる。あ、音うるさいからって気使って頭洗ってないってこと、うん、しかも、うん、前風呂入ったし行く前。じゃあなんで今風呂入ったん、なんてなんで今風呂入ったなんで今シャワー、体ベッタベタやったから寝るね、寝る前に入った。え、今何のためにシャワー浴びたん、体ベタベタ、お前誘ってるやろなあ、誘ってない、誘ってんな、これ完全やってんなあいつ、な、なあ、やりたがりやな、やりたいがためやな、すごい、今いつ入ってるやん、はい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 、なあ笑ってたな今な、白っこいな、うん、はなんて言った今、もう一回言って、なんて言ったの今、昨日やったよ、誰と誰が、ちょっとあいつほら、まあ、またかああやって盛るやん、まあまた盛る、すぐ盛るな、盛りまんやな、うん、あいつ盛りまんやで、気持ち悪いこと言わんとってよ、ほんま。きしょいわ、マジで。何が今日もやろうね。今日もって昨日やってないね。昨日やったね。やってないって。あー、豚ありがとう。バオン2枚。あざーす、うん。C の人ありがとう。してないって。してないから、あいつ持ってるから。いや、今日もってやめて。昨日やってないから。うん、気持ち悪いわ。もう森マンうるさい、うん、いやいや今日もじゃない、やってない、嘘つくな、嘘つくな、嫌です、やらんよ、やってないもんだって、キモいって、何やねんお前、 FC2 行ってこいや、あ、できるわけないやん、こんなに疲れてんのに、なんで笑ってるのお前、気持ち悪いねんけど、やばいって、お前またホストのインスタ見ながら喋ってるやろ、気象よ、はホストのインスタやめてくれよ、いやいや、だってお前ホストのインスタばっかり見てるやん、ホストのインスタばっかり見てないの、はいはい、お前がな、うん、やってないです、やってないです、あいつ嘘っす、うん、そうやってなんか私は抱かれてますよアピしたいだけの年頃やね、おん、おんねん、おんねん、あ、そういう承認欲求の満たし方するやつおんねん、大体女子、大体女子4人おったら1人はそういうこと言いたがるから、お前がな、お前がな、油絵と混ざす、うん、おるやろ、あ、アイマス見て切れるようとしたらお前そういうプレイかとかってやってきたい、ほんまお前作り話うまいな、うまいわー、なんなんそのアイマスクとか、うん、ようそんな嘘出てくるわ、アイマスク、あいつが嘘ついてます、あ、無理やと思います、多分自分の願望を今あれやろ出してんねや怖いわー、ほんま壁やで、あれ多分、お前がな、お前が嘘、お前がな、なんか急にようそんなこと思いつ、あ、そこにアイマスクあるからか、ああ、道理で、うん、なんかお前ちょいちょいほんまそういう変な嘘入れるよな、うん、誰かと一緒やな、どういうこと、やったのにやってないっていう配信者と一緒や、お前はじゃそれイキリストや、うん、お前一緒や、それと、うん、だってやってないもん、やってるもん、やってないから、嘘つくない、昨日はさすがにやってないやろ、昨日やったよね、はいはい、はい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 、いや最近もう2月ぐらいやってないと思う、うん、やってないです、そんな性欲ないんで、ただ変な嘘つくなと思ってもう笑っちゃうよ、嘘つき、その嘘誰が得やねん、嘘つき、しんちゃんが今から来る、寝る、もうおやすみ、うん、おやすみ。
おすすめです。ちょっと嘘ついてないって。あれは何あったあれはだけで分かるわけないやん。やった、うん、ちなみにあれは何やった。コップ。あ、コップか。あ、それあれで分かるわけないやん。やばいやん。ニーニーこと長ないよ。3ヶ月ぐらいちゃかった、うん、3ヶ月であれやな、もう立派な配信のおもちゃになったな。うん、3ヶ月ででも結構育ったくないこれ思わん。なんかうそついてません。パオミナッチありがとう。いや違う、元のポテンシャルは別にそこら辺の石ころやて、それを俺が磨き上げてなんとか、うん、ちょっとダイヤモンド寄りになってきたかなぐらいじゃない。はいはい、そうやって寝打ち濃くな天狗なんだバカお前、ほんま。もともと喋れる方じゃない。ほんじゃお前もともと喋れる方やったらさ、俺に論破なんかされへんやろ毎日。もともと喋れる方や、うん、喋れてないから俺に論破されてるんじゃない毎回。論破なんかされてないよ。されてるやろ。言い合いになってお前勝ったことあるか。どういうこと。俺と言い合い配信会でもだるくなって諦めてこっちがもうだるいからもう言わせてるだけや。いや違うよ、怖いってそれを論破してると思ってるとこが怖い。はあ、お前リー詰めれてないから。はあ、お前がな。やば。はお前やってないのにやったとか言う方がきしょいから。やってるから。はやってないから。やってないから。知ったかすんな。はいはい、嘘つくな。はいはい、嘘つくな。きしょいきしょい、やめろ。お前がな。何もせ。いやいや、お前がな。そういうことか。何がどういうこと。配信では自分好きじゃないのにあいつが好きやからしゃらしい趣味を歌ってるってことにしたいから。したいからってどういうこと。なん、ちょっとあいつ何言ってるかわからんな。絵描きすぎやで、ね、怖いわ。怖いぞ。お前がな。お前がな。人としてなんかかわいそう。うん。その人としてかわいそうな人といてるお前の方がかわいそうやけどな。もう周りもかわいそう。うん、やんな。ブーメラン。はい、おつ。あ、村井とまざす。村井とまざす。C の人もありがとう。T の人もありがとう。いやごめん、なんかトラブってたみたいだけどな。え、モラハラっつってたけどな、確か奥さん曰く、うん、しんちゃんな。あ、おはよう。あ、村井とまざす。村井とまざす、うん、おはようございます、うん、もう寝ていい。もうさすがに寝ていい。えぐいで、いろいろ。まあいろいろっていうか、まあいろいろやけど、うん、え、俺モラハラじゃないやろ、うん、モラハラ。なんで俺がモラハラやねん。モラハラやで、どう考えて。ほんまに言ってる。言ってるやろ。いや、それお前冗談で言ってるだけやろ。冗談なわけないから。はいはい、あ、村井とまざす。村井とまざす。いや、もうちょっとほんま45分ぐらいで寝たい、もう。あ、サメちゃん5個ありがとう。パオン、ありがとう。サメちゃんなあ、寝てほしいよな。うん。え、俺多分モラハラじゃないで、うん、あんたらはそういう風にしたいみたいやけどさ、うん、まなみ呼んでって言われた。おんの、え、嘘や、どこがモラハラなん。俺なんかそんな、なんか、うん、モラハラなとこないと思うけどな、自分的には。うん、言ってるだけやろ、あんたら。バカじゃないよ、うん、え、急に電波悪なった。止まってんでか。なあ、思った。動いた。動いた。あ、動いた。なんか急に電波悪なった。あ、あ、あ、いや、治ったと思う、多分、うん、動いてるやろ、俺、うん、なんか急に電波悪なった。あ、ありがとうございます、KP、あざす、うん。何を？枕カバー。あ、枕カバー変わってんや。見せた？ほんまや。ちょ待って。枕カバーさ、あの黄ばんでるやつついにさ、見せた？見せてない。うん。ついに変えたよ。見て、枕カバー変わってる。変えたよ。うん。うわ、お前あれやろ、それ黄ばんでんのバレへんように濃い色にしたやろ。もうあの
あの色こんなに見えなかったんけど、バレるのも嫌やから、極んでるって言われた誰かこれにした。おいお前気聞くやん、やろなあ。この色にしたら賢い。お前ほんま営業妨害やな、極んでる方が面白いのに。なあ、黄ばんでる方が面白いのに、お前あれやんな、営業妨害やな。黄ばんでる方がおもろいやん。黄ばんでる方がおもろいのにな、あいつ分かってないな、配信のこと。ああいうとこがまだまだやな。排水口めっちゃ綺麗になった。え、俺あんて何回も、あるあるあるで、結婚してたこと、ある。あと何、あの目先の金欲しさにお金もらって外国人と結婚したこともある。あ、3日ぐらいで離婚したけど、あの就労ビザ取んのに、偽装結婚したこともあります。よいしょ。あ、割とガチでこれ、よいしょ。だから罰にって言ってるやん。だってオーバーステイで捕まるって言われたからさ、30万あげるから結婚してって言われて30万もらって戸籍汚したことある。綺麗よな、領域展開使えるよ。いないですよ、なんかいる説勝手に流されてるけど、どこにもソースも何もないやろ言うたら。よいしょ。あー疲れた、もう眠った。戸籍なんか汚れてようが汚れてまいがもう今さら関係ないからな、ぶっちゃけ。なあ、ないよな言うてな、罰ついてようがついてまいがさ、俺出来婚じゃないで、ちなみに結婚、いや俺もう誰とも結婚せん決めてんねん。もう結婚相手は次もしほんまに結婚するんやったら長澤まさみって決めてるから俺、俺無理やと思ってないで、あとちなみに言っとくと、まあとりあえずあの今はこうやって人気者になっていく。でどっかのタイミングで YouTube で動画投稿を始める。遺伝子いらんよそんなもん、何のためにいんねん。どうせ滅びゆく地球に遺伝子残して何になんねん言うたら、あとお前200年地球上で生物が生きていける確率 0% やぞ。分かってんの言うたら、みんな、なんか子供残せとか少子高齢化やな、なごちゃごちゃ言うてるけど、あと200年もうないねんぞ。でその先に自分の子孫を繁栄させて一体何になんねん。一体何になるんですか。滅びゆく地球に種を残し続けていくことに何の意味があんねん。年金制度なんかもう破綻するから言うたら、あんなもんもう設計上終わってんのに積んでんのに、言っとくけど厚生年金なんて今もらえてる当たり前の額半分以下なるぞどうせ。エリボーさんおはよう。今3通8位。いや経験人数多分150人ぐらいだと思う多分。都市伝説じゃないって、気候変動、人口増えすぎ問題、で何あの天候の悪化、戦争、あと何海面上昇、まあ何か、まあ、とりあえずもう残ってないね心配せんでも、今の頭数の人口をあのそのまま維持できひんねんって、もう地球だと、そうもう無理。じゃあ都市伝説じゃないってこれ、これホーキンス博士も言ってたし言うたら、そうでもいろんな要素あるよ言うたら、もうどうせ積むから。美顔なんかつけてないって、男に美顔いらんやろ。
おうおうおう、心配せんでもな。あ、先のことなんか考えねえね。今日と明日楽しかったら損でええねん。損でええねん。今日と明日楽しかったらなんとかなんねんて。あーエリボー、うんうん、おだからまあそうやけどな、長生きしたら地獄でしょ。だからしかもさ、長生きって言ってるけど健康じゃなかったら長生きしても意味ないで。うん、あ、さっき言っとくと、うん、長生きより重要なことは健康の方やからな。うん、そうそう、例えばやで、50代でなんか強烈な疾患を患ってさ、残り20年片輪で生きていくよりかさ、うん、50歳まで健康で生きて幸せに最後死ぬ時笑ってる方が全然いいやん言うたら、まあそれは人の価値観あるやろうけど、うん、時間軸をあまり長く取ると無気力な不老者になるか。みんなはあの太陰暦で生きてるけど、俺マヤ文明の太陽暦で生きてるから、みんなのカレンダーと同じじゃない、時間軸も違うから。うん、あ、ママの同級生が山でも見てるって。え、だから言ってるやん、俺のカレンダーは365日12ヶ月で刻んでないね。うん、おー、そうそう、太陽暦の方やから俺どっちかというと、うん、そうそうそう、1年365日の軸で生きてないから俺、うん、まあ税金は1年ずつ来るけど、うん、だから合わへんねやろうな多分。うん、あ、ブライでございます。ルーナカレンダーと、なんとかカレンダー分からへん言うたらなんとかになっちゃったけど、うんうん、今僕らが生きてる12ヶ月、365日ウルード氏入れて1日初ったんて、あの要は地球の公転とあの自転の1周分やん言うたら、これ分かる、意味分かる、地球が1回転すんのが24時間ぐらいで大体、うん、意味わかる。で地球のこの軌道上一周回りきんのが365.何とかにやん言うて、わかる。それをただあの1年と定めてるだけじゃん言うて、本来時間なんてものは肯定できひんくてっていうとこから始めていかなあかんけど、いける、みんな朝から思いで話、うん、時間って概念やねん、わかる、皆の衆、時間って人間が作ったただの概念や、うん、本来時間というものをあの科学的に肯定することができひん世界で僕らは生きてんねんで、分かってる、伝わる、おい眠なってくるやろ、うん、時間って概念で科学的にちゃんとあの根拠ないねんで、うん、だから俺はそんな曖昧なものには縛られへんっていう、うん、時間都合がいいから言うたらその方が、うん、ある方が都合がいいっていうだけやで、時間なんてものは、うん、あ、相対性理論喋ろうと思ったらそのアインシュタインさんが提唱された一般性相対性理論と、うん、あの時間の話せなあかんから多分あと2時間半じゃ無理多分、うん、いやそれはだからみんなと違って国立の院卒業してるんでね、うん、みんなと違って、うん、あ眠くなるからいいか、うん、特殊相対性理論、あーあれね、あの二重スキットのあれよね言うたら、あの実験よね言うたら、観測する位置であの何事実がねじ曲がってしまうというとんでもないあの話ね言うたら、あの蓋に入れたネズミに毒ガス入れるあのスイッチのボタンを押して、で死んでるか生きてるかはあの観測しないとわからないというその理論ね言うたら、それね、うん一般性相対性理論は超簡単じゃん言うたら、うん、シンプルじゃん言うたら、うんうん、だからあの俺の家が中央区やったとしたら、今中央区やったとしたら、うん、あの隣は城東区ってことよ、うん、
え、もっと言うとやで、みんながさ、あの算数とか習ったやろ、数学とか、うん、線って存在せえへんって知ってる、あと点も存在せえへんっていうの知ってるか、言うたら、うん、線も点も概念やねんで、知ってるこれ、うん、あともっと言うと、ゼロは数字じゃないっていうのと、え、線ってそ、あの何、存在せえへんねん、言うたら、うん、線は存在しないんですよ、この地球上に。線も概念や、うん、え、線ってあれ、みんなが引くやん、直線って概念やねん、知ってる、直線なんてものはこの地球上に存在せえへんねん、うん、そう、ああ、うん、やめとくわ、言うたら、うん、そうそう、うん、まあ僕論文は結構そっち系で出したんで、言うたら、うん、ああ論文書きて、久しぶりに、ああ論文書いて学会で発表して、久しぶりに、マジで、うん、うわー発表して、言うたら、しかももっとえぐい話したらさ、 1+1 って2ちゃうらしいでもっと言うと 1+1 2じゃないねんで、もう、もうあの数学者の間では、うん、ちなみに、あ、この地球上というか、絶対っていう概念も、それも概念やねん、絶対って。絶対は存在せえへんねん。すべてのことは、あの、確率の上で起こってて、100% っていうことってまずないねん。そう。え、円周率は、だから 3.1415、なんとかなんとかなんとかって無限に続くやつよね、言うたら。うん。円周率も概念じゃん、言うたら。あーやばい、あーやばい、どうしよう、ほんま、なんかひらめきそう、マジで。ノーベル賞取れそう、俺今日今日ノーベル賞取れそう、眠すぎて、うん、え、違う、この地球上で一応絶対って言われてんのって何か知ってる、うん、この地球上で絶対って言われてること何か知ってるか、うん、今のとこ違う、過去は存在、過去も肯定できひんねんで、え、人が死ぬということですこの地球上で絶対って言われてるの、うん、生物の死です、はい、違う、生物の死、え、色も言うたらあれやん、光の反射をただ目で認識してるだけで、脳が見せてるだけやから、うん、え、過去ってないねんで、みんな過去って科学的に証明できひんねんで、知ってた、わ、うん、かる、例えばやで、よーいドンで、今始まった世界で僕たちははたかも過去に経験したかのような記憶を持って、いきなり作られた存在かもしれないっていう、わかる、はい、よーいドンって言って、あ、昨日ラーメン食べたよなって思ってるそこの皆さん、うん、実は昨日ラーメン食べてないかもしらへんねんで、これってえ、しかも時間って一定方向に進んでるっていう、そう思ってるやん、みんな違うねんで、これも、うん、あの科学的見地から見たら、うん、時間も実は進んでるとは肯定できてないねんぞ、現代科学で、分かってるか、ということは、あの、結構曖昧な世界で僕たちは生きてんねんな。宇宙だってなお今も膨張を続けてて、うん、果てしなく広がっていってんねん、うん、まあ、宇宙はどっかのタイミングで縮むだろうって言われてんねんけど、うん、かなり曖昧やねんで、僕ら生きてる世界ってそう決めた方が都合いいから、あの、そう肯定してるだけのことで、うん、違う、これ、いや、だから何信じたらいいのか分からへんのに、あの、勝手に信じ込んで思い込んで生きてんねん。所詮僕たちなんて知能を有しただけの猿やから、うん、猿ごときがそんな深いこと考えんでええねん、うんうん、僕らはあのね、あの地球上で我が物顔で、うん、
はたかも王家のように偉そうにふんぞり返ってな、偉そうにしてるけど、所詮俺らなんて知能を有しただけの猿なんですよ。チンパンジーと、DNA の配列が 0.1% しか違わないって言われてる僕らはただのアホなんですよ。暗物質は角間にあります、だからみんな考えるのやめてね。だからみんな考えるのやめて、あと3分の間にもうファンタスティック投げまくってください。アットマーク3分ですね、もう考えるのやめてね。あ、投げたら楽しいって思ってファンタ投げたらいいんですよ。山田今日もお疲れ、楽しかったよって、足玉だよっつって、ファンタスティック投げたらいいんですよ、投げれる人は。よし、多分ちょっとあれ洗脳された人2人ぐらいはおるから、その2人が富裕層やったらなんとかなりそう。洗脳された人が多分2人ぐらいおるから、2人ぐらい、その2人が富裕層やったらワンチャンある。行け行け、扉閉められた、行け、いいぞ、エースおらんか、匿名さん、まあかんわ、ダメや、匿名さん、いやもうさすがにきつい、もう眠い、もう目も開いてない、もうあかんかったわ、刺さらんかったわ、富裕層の財布には直撃せえへんかったな。あかんかったな。ダメやったわ。あかんな。知識を得すぎたな、ここの猿は。な、ここの猿はやっぱ財布の口が硬いわ。山田さんは地球の引力と、自転により実際の重さは軽くなってるっていうのは知ってます。はい。なぜなら宇宙にはあっぱおーあざーす、質量保存の法則の逆バージョンのやつね、知ってるよ。あ、サメイちゃんありがとう、15個パオン、お疲れ様、ありがとう、それが欲しい、本当にありがとう、お疲れ、あ、ありがとうございます、いやいや寝るから、眠たいから、睡眠不足が一番寿命を削ってるって統計出てるから、寝ようぜ、そうそう、何よりも体に悪いのが寝不足らしいから、あ、せやで、一番体に害のある行為って、極端な運動とかよりも、睡眠不足が一番寿命を縮むんですよ、人間、覚えときや、みんな、それでは皆さん、おやすみなさい。今日は昼過ぎか夕方か、ぐらいやると思うんで、はい、フォローお済みじゃない方はよかったらフォローもしておいてください。それでは皆さん、おやすみなさい。あ、サメちゃんおやすみ、ありがとう、サメちゃん40個もありがとうね、それでは皆さん、おやすみなさい、お疲れ様です、ありがとうございます、あ、おやすみなさい、あ、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。